辞書に載っている形は、かっこいかっこいです。疑問の形容詞的代名詞で、どんなという意味です。次は、しぼうにゃ、しぼうにゃ。副詞で、今日という意味です。発音の例外で、いえげをという部分を、いぼうのように3文字目のげをでの音で発音します。もう一度聞いてみましょう。 シヴォーデニャ、シヴォーニャ。三つ目。パゴダ、パゴダ。女性名詞で天気という意味です。四つ目は、ハローシェハローシェ辞書に載っている形は、ハローシュイ、ハローシュイという形です。形容詞で良いという意味です。五つ目。シーニャ シニア辞書に載っている形はシシニシニです形容詞で濃い青色の紺色のという意味です6つ目はリリニアリニアア女性名詞で線路線という意味です7つ目ガガババヤガルバヤ辞書に載っている形はガルボイ です。形容詞で「淡い青色の」「空色の」「水色の」という意味です続いて会話文の和訳を確認しましょう今日はいい天気ですよ、э、я я これは地下鉄の青線ですか Нет, い,いえ、これは地下鉄の水色線ですではスキットをもう一度聞いてみましょう今度は極力発音のイメージを見ないようにして聞いてみてください「かかえシヴォディネパゴダ」「シヴォディネハロシェパゴダ」「エタシニアリニア」「ニットエタグロバエリニア」 キーポイント1名詞を修飾する形容詞の正による変化変変変化化化の混合変化前回に引き続き形容詞が名詞を修飾する場合の名詞の正に合わせた変化を学びます今回学習するのは難変化です形容詞が好変化なのか難変化なのかは個別に決まっていて覚えなければなりませんが辞書の見出しに掲載される男性形を見ればわかります 例として、濃い青色の、紺色のという意味の難変化形容詞、シーニーの変化形を発音してもらいましょう。男性形は、シーニー。女性形は、シーニー。中性形は、シーニー。名詞と結びついた例も確認しましょう。まずは、濃い青色の鉛筆という表現です。鉛筆はロシア語で、カランダッシュ、カランダッシュ。 シャーという死音で終わっているので男性名詞ですね。では、濃い青色の鉛筆はどうなるでしょうか。シニカランダシュ。シニカランダシュ。では次。紺色のペンという表現です。ここで言う紺色はブルーブラックのインクの色とも言えます。ペンはロシア語でローチカ。ローチカ。母音アーで終わっていますので女性名詞です。 聞いてみましょう。しんにゃやるうちか。しんにゃやるうちか。最後に、紺色の羽ペンという表現です。羽ペンはロシア語で。ベロ。ベロ。母音オで終わっていますので、中性名詞です。聞いてみましょう。しんにゃやベロ。しんにゃやベロ。次に、聖書法の規則が当てはまる難変化型形容詞も学習します。 まず、良いという意味の難変化形容詞、ハローシーの性による変化のそれぞれの形を発音してもらいましょう。男性系は、ハローシー。女性系は、ハローシェ。中性系は、ハローシェ。女性の語尾は本来、やーやーでしたが、聖書法の規則でシーン、シャーの後ろに母音、やーは書けませんから、代わりにアーが書かれています。 シャーは常に子音ですので、発音からはわかりにくいですが、形容詞の語尾の綴りは、あーやーとなります。例を一つだけ確認しましょう。いい考えという表現です。考えはロシア語で、いじえイデじえや。母音やーで終わりますので、女性名詞です。聞いてみましょう。ハロシェ・イデえや、ハロシェ・イデえや。 ででは練習です名詞を修飾する形容詞を正しい形にして語句を完成させましょう「新鮮な」という意味の難変化形容詞を変化させてみますまず1番「新鮮な牛乳」という表現を発音してみましょう牛乳はロシア語で名詞の性はお分かりですか では、新鮮な牛乳という表現を発音してみてください。正解は、スヴェジェマ・ジェマ,ラマラコー。スヴェジェ・マラコマラコは中性名詞ですので、形容詞の語尾はイエイイイでしたね。続いて2番、焼きたてのパンという表現を発音してみましょう。直訳すると、新鮮なパンです。パンはロシア語で、フレプ、フレプ。 文法的な性は何でしょうねでは、焼きたてのパンを発音してみてください。正解はスヴジー・フレプ。スヴジー・フレプ。フレープは男性名詞ですので、形容詞の語尾はいいくらとかでしたね。最後に3番。新鮮な魚という表現を発音してみましょう。魚はロシア語で、ルイバ、ルイバ。 名詞の性は何でしょうかでは新鮮な魚を発音してみてください。正解は。ルイェェバ,ェェバ,バは女性名詞ですので形容詞の語尾をヤーヤーとしたいところですが語感の最後がシン・ジェですので聖書法の規則により語尾をヤーヤーとは書かずにアーヤーと書くんでしたね。 キーポイント2どんな「なになに」と尋ねる疑問詞「かっこいどんななになに」のように名詞を就職する語を尋ねる疑問詞はかっこい,いを用いますただし就職される名詞の性によって形が変わりますまた「これはどんななになにですか」「今日はどんななになにですか」と尋ねるとき「これは」に該当する「えた」いや「今日に該当する「しぼりね」 は、囲いと就職される名詞の間に挟むのが普通の語順です。まずは、囲いの正義による変化のそれぞれの形を発音してもらいましょう。男性形は、囲い。女性形は、抱え。中性形は、抱え。例文を確認します。美術館という意味の男性名詞。無事、無事。 を用いたこれはどんな美術館ですかという意味の文を聞いてみましょうエタムジー疑問詞「囲い」は男性形そのままの形で文頭に置かれていましたもう一度聞いてみましょう同様に音楽という意味の女性名詞「ムズカ」ムーカを用いた「これはどんな音楽ですか?」という文も聞いてみましょう。 今度は疑問詞「囲い」が女性系「かかあや」となって文頭に置かれていましたね。もう一度聞いてみましょう。最後に「建物」という意味の中性名詞を用いたこれはどんな建物ですかという文も聞いてみましょう。Какое это 今度は疑問詞「囲い」が中性形「囲え」となって文頭に置かれていましたね。もう一度聞いてみましょう囲いでは練習です。今日はどんな何々ですかという文を完成させましょうまず一番「今日は何曜日ですか?」という文を完成させます。直訳はは今日日どんな日ですか という意味になります。日、曜日はロシア語で、ジェ i ン、d j ミャキーズナックで終わりますので、男性か女性か確認が必要ですが、ジェ i は男性名詞です。では、今日は何曜日ですかという文を発音してみてください。正解は、かっこいしぼりにゃじン。かっこいしぼりにゃじン。福祉シボりにゃも、 囲いとディエニの間に挟むのが普通な語順でした。続いて2番、今日は何日ですかという文を完成させましょう。直訳は、今日はどんな数字ですかという意味になります。数字、日付は、チスロ、チスロ。名詞の性については考えてみてください。では、今日は何日ですかという文を発音してみましょう。 正解はチスローは中性名詞ですので疑問詞は「過去へ」という形になっていました最後に3番今日はどんな気温ですかという文を完成させます温度気温はロシア語で少し長いのですがチンペラトーラチンペラトーラ 名詞のせいはささんが考えてくださいでは今日は「どんな気温ですか?」という文を発音してみましょう正解は「テンペラトゥーラ」は女性名詞ですので疑問詞は「カカーヤ」という形になっていましたね。 ポイント3形容詞の高変化力点が語尾にある場合第11課で高変化形容詞の性による変化を学びましたが高変化のうち力点が語尾にあるものは扱いませんでした高変化形容詞で力点が語尾にある場合は男性系の語尾がういいくらとかやではなくおういくらとかやになります女性系中性系は力点が語尾にない場合と変わりません 例で確認しましょう。淡い青色の、水色のという高変化形容詞は、この形容詞の性による変化と、レインコートという意味の男性名詞、プラッシュ、スカートという意味の女性名詞、ユプカ、海という意味の中性名詞、モーリエとともに用いられている例をそれぞれ発音してもらいましょう。まずは男性形。グルボイ。 そして水色のレインコート。続いて女性系。そして水色のスカート。最後に中性系。そして青い海。それでは最後にスキットを聞きながら後に続けて発音してみましょう。Какая сегодня Сегодня хорошая погода. Это синяя линия? Нет, это голубая линия. САТЕ, с Росароджеканной Одесс. Он кайнобенкиоа, додаты до шелка. С вами До свидания. Всего хорошего.